どうもきょんです。皆さんにご報告しなければいけないことがございます。実は僕の大事な家族が亡くなりました。誰かというとおばあちゃんです。家族のこういうねお話を皆さんからしたら関係ないお話だし、普通はこういう場でそんなに言うべきじゃないっていう声もあると思うんですけど、実は今後に関する大きなことにちょっとこの話が絡んできてたので、ちょっと皆さんにねご報告っていう流れなんですけど、まあ僕らが YouTube を始めた時の一番最初、キョンアットクマエイジチャンネルっていうチャンネルがあって、最初まあダンスのスタジオの会社とか、なんかダンスに関わる会社とか自分で僕がやろうと思って YouTube をその宣伝のつもりで始めて、その始めた時の流れで、まあ、最初にクマとエイジ誘って今の YouTube が一番最初スタートされたんですけど、まあちょっと最初に始めた時に、まあ僕らが拠点としていた家がおじいちゃんおばあちゃんが貸してくれてたお家なんですよ。あれはもうおじいちゃんが昔に買ったお家で、おじいちゃんおばあちゃんが具合悪くて違うところに住んでるから使わないからそこ使っていいよって言われて、まあ YouTube 活動ね、あの家でできてたんですよ。まあ結構さ、昔の動画をさ全部さ遡るとさいっぱい出てくると思うんだけど、本当に一番最初の1、2年、3年ぐらい、それぐらいまではずっとそこの家で騒がしいような撮影いっぱいしてきて、そこをね貸してくれてたのがおじいちゃんおばあちゃんです。本当に何でもしていいよって、自由に使ってくれって言ってくれて、キョンクマが始められて、そしてチャンネル登録、まあ数十万人いくまで本当にあの家でお世話になりました。まあ家族の死っていうと結構やっぱり辛いもので、大事な人、大切な人、家族が亡くなる、いなくなっちゃうっていうのはね、だいぶね気持ちに来るものがあると思います。まあ、ただ僕は今ではなくて、もう数ヶ月前におばあちゃんが亡くなっていて、家族もろもろついてから今ご報告になるんですけど、 YouTube を応援してくれてたかどうかっていうと正直ね、あのわからないんですよ。何かっていうと、僕のおじいちゃんおばあちゃんのおじいちゃんの方が結構なんていうかな、固い人で、前にダンスしてたのね。僕がダンスをしてた時に、目指してた時だったんですけど、まあ、おじいちゃんに言われた一言が結構大きくて、おじいちゃんが僕に対して、ダンスはこの外国から来たものだから、僕たちの世代は理解しづらいというか受け入れがたいものがあるかもしれない、やっぱ時代的にこれはもうしょうがない考えだと思うんですよ。やっぱおじいちゃん自体が戦時の記憶があり、戦時の思いがあるからこそ、やっぱ海外から来たものっていうのは受け入れがたいものっていうのがやっぱあるのはしょうがないなと思うんですよ。 YouTube 自体が外国の会社じゃないですか。理解するしないじゃないけど、おじいちゃんがどういう目で見てたのか、理解してくれてたのかわからないんですよ。でもやっぱりその活動自体は応援してくれてたんで、おじいちゃんもおばあちゃんもだからこそお家を貸してくれてたんじゃないかなと思うんですけど、おばあちゃんはね、あの逆にもう何でもいいよいいよって言ってくれるおばあちゃんだったんですよ。キョンクマのねイベントにもね見に来てくれたりとかしたことがあって、キョンクマのね活動自体をね、いいね楽しそうだねって言って、すごく笑顔でいつもね応援してくれました。でね、おじいちゃんとおばあちゃんにはねたくさん救われてきたんですよ。うちが家庭の事情でいろいろと困った時代とかねあったんですよ。幼少期にねお金問題でもいろんな問題でも困った時代があったんですけど、小学校中学校の頃おじいちゃんのお店でバイトしてお小遣いを前借りしたりとかしてなんとか払ってきたんですよ。やっぱそこもやっぱりおじいちゃんおばあちゃんの店でバイトできたとかね、ちっちゃい頃から働けたっていうのがやっぱ大きかったんじゃないかなと思うんですけど、そして YouTube をやる場でも助けてもらっていて、やっぱおじいちゃんおばあちゃんには感謝しかありません。今後のことに関してなんだけど、ちょっとご報告があって、それも含めてね、ちょっとおばちゃんがね住んでた場所も含めてちょっと皆さんにね、この後お見せしたいとかお話したいこともいろいろあります。あのおじいちゃんとおばあちゃんの家は俺とクマが使ってたじゃん。うん、まあ使わせてもらって、でおじいちゃんとおばあちゃんはあのこっちのねお母さんとかねの方と一緒に住んでました。はい、これもらったんですよ、おじいちゃんおばあちゃんから。銀婚式とかの記念指輪みたいな感じで、これもなんかあげるって言われていただきました。はい、という感じで皆さん久しぶりですね、ここに来るの。これさ、もう床、見て床、ね、これ床さ、ボロボロになっちゃったけどさ、これ、ね、これ下畳なんだよ。見てこの中途半端な敷き方。これ改装動画あるじゃないですか、昔作ったこの動画。そっち側が、そっち側が背景だ。そう、こんな感じでさ、改装したじゃないですか。うん、懐かしいね。懐かしいね。後ろも、ほらカーテンつけてさ、防音のためにさ、後ろにさ、1枚さ敷いてるわけ。あ、やったわ。やったよね。で、分厚いカーテンとか突っ込んだよな、そこ。そう、で、ここにさ、この壁のシートも貼ってさ、うんうん、で、これも買ったやつだよね、うん、この台。ジュニジュニがこんなんあったらおしゃれじゃねっつってね。ねえ、で、壁にくっつけたんだよね、これ。はいはいはい。絵も。懐かしい。よくさ、動画撮れるようにしたよね。ずっとこれも飾ってたよね。アリエルとさ、フラフープ。100年前からこれずっと置いてるよね、うん。この階段で24時間生活したね。え、したっけ？してないよ。いや、してねえだろって来るかと思ったんだけど。記憶にないみたい。100年前だからさ、この台所でどん兵衛作ったな。それはそうだろうね。違うよ、動画でどん兵衛作ったじゃん。え、作ったよ。何のボイスなの。
まあ何度かあれからね、動画でね、このお家も登場してるんですけど、いろいろとね、ご報告しなきゃいけない理由とかもあって、まあ一つはやっぱ YouTube を始めた時に、このお家を貸してくれてたおじいちゃん、おばあちゃんがいてくれて、そのおかげで YouTube ができた。っていうのと、もう一個ちょっとご報告というか、あれなんですけど、実はですね、あの遺言みたいなのが残っていて、その遺言を確認したところ、うん、このお家をあの僕に譲ってくれるっていうことになって、このお家を、まあ、全部おじいちゃんおばあちゃんから譲り受けました。おじいちゃんおばあちゃんから譲り受けたからには、ここでいろいろ考えられたらなと思っています。うん、まあ、第二のキョンクマハウス。まあ、始まりの場所だし。始まりの場所だからね。うん、懐かしいね。うん、本当にでもここで丸々譲り受けるっていうのはどうしていこうっていう感じではあるんですけど、うん、で実はちょっとここのお家のこととか今後のことで、うん、11月16日にイベントを名古屋でやるんですけど、そのイベントでちょっと視聴者さんにとんでもないことを聞いてみようと思っていまして、まあ、ちょっといろんな意見が出ると思うし、皆さんの意見とかも聞いてみてね、考えていきたいなっていうのがあるんで、やっぱさ、見てくれてる視聴者さんたちもさ、たくさん教えてくれてるし、僕らのこと分かってるじゃないですか。その皆さんの意見とかも聞きながら、今後いろんなことを始めていきたいんですよ。だからさ、キョンクマ会社もう一個作りますって言って、二、はいはい、つ目の会社の名前とかを視聴者さんにイベントで決めてもらって、はいはい、会社名と事業企画とかをね、うん、一緒に話したんですよ、会議で、イベント中に。うん、あれ楽しかった。うん、楽しかった。その、うん、いくつか出た案の中からさらに生配信で絞って、はいはいはい、あの新しい会社名が決まったじゃないですか。うん、そして今後の僕らがやっていきたいこととかも視聴者さんとこれから共有していろんなことを決めていきたいっていうのがあって、それはもう別にね、一緒に考えてくれる人とか一緒にやってみたい人とか、まあ話してくれるっていう人たちと一緒にやっていければいいと思うんで、そうじゃない人たちは関係ないってなっちゃうかもしれないけど、でもそんな様子を見せてみんながね、面白そうじゃんって思えるようなものをね、作っていきたいです。でもちょっとね、次のイベントでもさっき言った通り結構皆さんに実話の話したい話が実あって、実は実はまあ実はこの場じゃちょっと言えないんだけど、うん、そんな感じで話していきたいと思います。はい、この家でやった動画で何が一番思い出に残ってる？焼酎風呂。あんま覚えてないんだよね。いや俺もぶっちゃけあんま覚えてるもんない。だってめっちゃ前だよ。俺あれトランポリン。あ、風船ね。風船でトランポリンしたやつ。懐かしい。懐かしい。あの頃のこと思い出すと尖ってたよ。尖ってたって言わない。いや尖ってたよ。だってあのBGM がアルマゲドンなら何でも感動的に見えるみたいなさ、よくあれは尖ってるって言わない。あれはずれてる。ずっとずれてたの、俺。やっぱさ、うん、ちょっとね、やっぱりちゃんと心残りがあるんだよね。もうちょっと昔の話を聞いておけばよかったなと思った。本当にそれはそう。おじいちゃんおばあちゃんってさ、うん、その大変な世代じゃない、うん。そういう時代のどうだったかとか、うん、どう生きてきたかとかさ。そういうのをもっと話してくればよかったなと思って、それはね、俺もおじいちゃんおばあちゃん亡くした時にね、ねめっちゃ思ったよ。なんか別にね、重い話はしみりした話したいわけじゃないんだけど、うん、皆さんもしね、聞きたいことだけは早いうちに聞いて記憶に起こしておくのがいいと思いますよ。うん、でも本当に YouTube ね、最初にあんな何でもしていい環境をあんな時代から作ったのはこのお家のおかげだからね。いや本当そうだね。うん、ここで包丁鮮度にねしたもんね。本当に日本と思う。日本とやったよね。うん、なんかいろいろねあったんですけど、もう一回ちょっといろいろ見直しながらいろんなことを再スタートするのにも含めて、まあこの家がね、まあスタートしてんだということで、改めて僕らも思い出して一からスタートしていきましょう。そうしましょう。なんかありきたりな再スタートの発言だけど、うん、よろしくお願いします。ありがとうございます。